先輩方、2062年から来た男だ。ここではいくつか質問に答えていこうではないかと考えた。まあいい、それでは早速答えていくとする。まず一つ目の質問はこれだ。なるほど、やはり気になるようだな。まずそうだな、日銀、あとは JA というのは民営化するかどうかの話なんだが、これは未来では民営化するかどうかのことを知りたいようだが、これは言っていいのか悪いのかわからないが、私がここではっきり言っておこうと考えた。いいか、よく聞くんだ。日銀、そして JA というのは民営化するかどうかということをこの場ではっきりと言っておくんだが、民営化はしないとはっきり言っておく。そして2062年でもロスチャイルドはやばい組織ですか、という問いに対して、この問いへもはっきりと答えるのであれば、まあ今現在はロスチャイルドというのはかなりやばい組織として認識されているようだな。無理もないことだな。いいか、よく聞くんだ。ロスチャイルドという組織は、まあ今現在であっても口にするだけでもかなり危険を伴う組織だということは分かっているはずだ。そして2062年でもロスチャイルドというのはやばい組織ですかの問いに対して、この場ではっきりと答えるのであれば、いかよく聞くんだ。2062年でロスチャイルドの組織はやばい組織なのかどうか。まあはっきり言うのであれば、やばい組織だ。しかしながら一つだけ言えることがある。それはロスチャイルドよりもはるか上を行くやばい組織というのは存在すると、この場ではっきり言っておく。もちろんロスチャイルドもかなりやばい組織なんだが、ロスチャイルドのはるか上を行くやばい組織というのも存在しているから、これはしっかりと把握していてくれ。いいな。次の質問へ行くとする。次の質問はこれだ。なるほどな。織田信長の遺体はなぜなかったのかを不思議に思うものがやはりいるようだな。いいか、よく聞くんだ。未来では、2062年では
しっかりとこの件に関しては解明された。もう一度言う、2062年では織田信長の遺体がなぜなかったのか、これははっきり解明されている。いいか、よく聞くんだ。なぜなかったのかを、この際だからこの場ではっきりと言おうと考えた。もちろんこれは時空法に抵触してしまう。しかしながら私は今現在懲罰中だということで、正直な話、もう別にいいかみたいな感じの気持ちになっている。なんと言えばいいであろうか、ちょっといじけているというより、ふてくされている、もうどうでもいいやみたいな感じに正直になっている。腹が立っている。時空政府に対して腹が立っているということで、この件に関しては時空法に抵触するんだが、この場ではっきりと言うとするならば、織田信長の遺体はなぜなかったのか、これは見えられて何度も言うが、はっきりと解明されている。いいか、よく聞くんだ。織田信長の遺体がなかったのかの理由をこの場ではっきり言うとするのであれば、織田信長は本能寺にいなかったからだ。単純な話だ。これは未来ではしっかりと解明された。未来の調査員が本能寺に行き、しっかりと確認した。その結果、1582年に本能寺に織田信長はいなかった。だからもちろんのこと、織田信長の遺体は発見されなかったということだ。そしてあと一つ、この織田信長のことで言っておかなければいけないことがあるんだが、今現在は明智光秀が悪いことになっているんだが、正直なところ黒幕が違う人物だということはこの場ではっきり言っておくとする。今日のところはこれで終わる。何か聞きたいことがあれば概要の質問フォームから頼むぞ。それでは今日は以上だ。